現代語訳平家物語第6巻、尾崎史郎役。新寅奉行。自称5年の正月が来た。今年の代理の正月の寂しさは、また格別で、打ち続く平乱の後では、正月を祝う心持ちにもならず、廃画の式は取りやめ、主上も出御されず、例年の宴会さえ行われなかった。陰気に湿った空気が、御所の内々を満たし、正月らしい華やかさは、どこにも見られなかった。世間は、なんとなく、不穏の気が。 道々、今に何か起こりそうだという暗い予感が人々の心を捉えていたからである。正月5日、何との僧の内主だった者は感触を解かれ、また、人のほとんどが射殺され、残殺され、ここに長い歴史を誇って君臨してきた東大寺、幸福寺も滅亡したのである。しかし、それにもかかわらず、正月8日から14日まで行われる御祭へは、例年通りというお触れが出たが、何との僧の全滅した今となっては、 顔ぶれを揃えるのも難しいそれでは、今日の僧たちにやらせようという気にもなったが、とにかく、何とから一人も出席しないのはおかしいという意見もあり、結局、元秀寺に隠れていた西方以降が探し出されて、5歳への義は滞りなく済んだのであった。高倉院は、一昨年以来打ち続いた手術の事件で、心も体も、すっかり疲れ切っておられた。とりわけ、鳳凰の鳥羽移り、高倉宮のご最後、福原への戸移りなど、 かつてない忌まわしい出来事の連続で年若い縁にはあまりにも心の重荷が勝ちすぎる激しい世の移り変わりであった東大寺幸福寺の滅亡を聞かれて以来以前から優れなかった健康がどっと悪くなられたようである正月14日ついにその聖徳と人知を慕われ人々から惜しまれつつ世を去られた弱いわずか21歳ようやくこれからという花の盛りにご逝去になったのである朝県法院は 死因の亡きを焼く煙を見ながら、常に見し、君が、みゆきを今日問えば、帰らぬ旅と聞くぞ、悲しき。と読んだ。高倉邸は、幼い頃から、心の優しい方で、10歳になった頃から、ひどく紅葉がお好きで、わざわざ、御所のうちに紅葉を植えさせて、一日中飽きることなく、ご覧になっているのだった。ある夜、突然の嵐で、この紅葉が一夜のうちにちりちりになってしまった。庭萩署の下役人が、 翌朝あたり一面散らばった紅葉をきれいに掃除した。その朝は、またひどく冷え込む日で、ふと思いついて、その紅葉で酒をかんして腹を温めたのであった。ちょうど、そこへ、やはり、夕べの嵐が気になって、係の者が紅葉の様子を見にやってきた。檻からパチパチと、気持ちのよい音を立てて燃える焚き火の前で、下役人が、のんきに酒を酌み交わしているのにびっくりした。やあ、なんという心ないことをするのじゃ。 あれほど主情が大切にしておられる紅葉をこのように致して、お前らは、おそらく金獄になるだろう、管理不行き届きの私も、どんなお咎めがあるかわからぬ。と、早くも声を震わせている。下役人も今更ながら、我が身の愚かさに気づいたが、灰となった紅葉の前で、焦然とうなだれていた。そこへ、主情がおいでになったのである。主情も、昨夜の嵐が気がかりであったらしく、いつになく早い行幸であった。ところが、 尻一つなく吐き清められた山には、一かけらの紅葉の影もない。いかがいたした紅葉は風がひどくて大方、散り尽くしたと思ったがはあ、それが、まさか一夜のうちに、消え失せたというわけではあるまいになんと言ってお詫びしてよいかもわからず、家来の者は冷や汗をかくばかりであったが、今は、やむなくありのままをお話しするのだった。なに、紅葉で焚き火、酒を飲んだと どんな音が目があるかと、体中をかたばらせていた係の者も、意外に愉快そうな方の言葉に驚いて顔を上げた。敏感、酒を温めるに、紅葉を炊くという、白楽天のシガーるが、よくぞ存じておったのを。これに勝る不流はあるまい。と目を細めていられるのであった。また、五、六年前の話になるがあるところに行幸になったとき、よさむの厳しさに、主上はなかなか寝つかれなかったが、ふとどこかで、人の叫びなく声を耳にされた。 早速、宿直の者が召されてみてまいでという仰せがあった。外へ出てみると、この夜更けに長持ちを持った少女が一人泣いているのである。いかがしたのじゃご主人様のお衣装を持って行く途中を、に、三人ほどの男に取り囲まれ、盗まれてしまったのでございます。一体どうしてよいのやら。と、途方に暮れた面持ちで泣くのであった。このことをかえって、手上に掃除すると、なんというひどいことを、 そういう悪行を働く者がいるのも、わしの力が足らぬためじゃ。なんとかしてやりたいが、その衣はどんなものだったのかとお尋ねがあった。これこれしかじかの衣装だということを聞かれると、県令門員に、火曜の色の衣装は持ち合わせはないかと聞き合わせてくだすった。間もなく、門員からは、前よりも、立派な衣装が届けられてきた。主張は、それを少女に与えると、帰りの道がきいからと、 おともまでおつかわしになって、少女を送らせたのであった。葵前。あるとき、クラインは、中宮の女官のそば遣いをする少女を、偶然の機会から愛されるようになった。それも、その場限りの戯れ事と変わり、若い純粋なお心で、親しくおそばに召されては、愛しく思われる様子で、主人の女官も、このことを知って以来、むしろ、少女を、自分の主のように、大切に扱うのであった。二人のご向上が、日々細やかになるにつれて、 おかげでは、何かと、曽根宮中傷の声が起こるのは、仕方のないことであった。全く女に生まれれば、ありがたい幸いですよ、いくら卑しい身分でも、王子が生まれれば、国母ともあおがれるのですからね。少女の名を葵の前というところから、葵の女房などとおかや焼半分に呼ぶものまで出てきた。元来、聡明な主相は、もとより、いつかそういった非難も受けるのだろうとは、大思いになってはいたが、葵の女房などと呼ばれていることを聞かれて以来、ふっつりと。 葵の前を遠ざけるようになった。と言って、葵の前に対する愛情が変わったわけではない。むしろ、心の内では、前以上に切ない思いに、悶々として、心楽しまぬ日を送られているのであった。時の関白元房は、この話を伝え聞くと、早速、主上のお前に思考した。聞くところによりますれば、葵の前を遠ざけられて以来、お心楽しまぬご様子、それほどに深いご愛情ならば、何の遠慮がありましょう 人の噂などを気になされず、ぜひおそばにお召ししよかれませ。また、素性のいやしいことをお気遣いなされならば、そのご心配は無用かと思います。この元房が、近々、養女に申し受けましょう。そなたの志は、ありがたいがの、これが、上位の後でもあれば、さようなことも許されようが、在位の時に、さようなことをいたすと、後々までも、そしりを受けるであろう。私事のために、一代の定位を傷つけたくはない。 と言っってお聞き入れにならならかった。一単行と決めたことは、決して翻したりなさらない主張の性格を知り抜いている元房は、それ以上は言わずに退出した。しかし、主張の胸中のやるせなさは、ますます募るばかりで、あるとき、コカの恋唄を、冷戦少々高房を通じて、葵の前にお渡しになった。死のぶれと色に出にけりはが恋は、物や思うと人の問まで。薄用の鳥の子髪に、 水拭きの後も懐かしい。この首相のお歌を見た葵の前は、首相の近くにいる苦しさに耐えかねて、里へ下ったが、間もなく病気になり、ついに発酵な生涯を閉じた。古豪。中宮にお仕えする女房の一人に、古豪と呼ばれる女官があった。桜町中納言重則の娘であり、宮中第一の美人の噂が高かった。その上、琴の名手である。多くの求愛者の中から、ようやく、古豪の愛を勝ち得たのは霊戦少将高房で、以来、 高房は清盛の娘である、妻のことも忘れて、古豪に通い詰めているのであった。主情が、往々として、優秀の日を送られていることを心配した者たちが、この古豪に目をつけたのも無理はなかった。容姿といい才能といい、これほどの女性ならば、主情のお悩みも晴れるであろうと相談した結果、古豪は、いやおなしに代理に上ることになった。失望したのは少々である。と言って、主情と長を争うことは考えるだけでも不可能である。 しかし、少々は、孤高を忘れることができなかった。用もないのに散来しては、女房たちのいる曲のあたりを、あっちへ行ったり、こっちへ来たりして一日中、うろつき回っていた。水の中から、少々の焦燥が手に取るようにわかる。孤高にとっても、それはつらいことであった。しかし、一旦、君の思い者になった今では、軽はずみな真似は許されなかった。いつまでたっても、姿一つ見せるでなく、 声すらかけようとしない小豪の態度に、少々は歩き我慢しきれなくなって、小豪のいるあたりの水をめがけて、一種の歌を投げ入れた。思いかね、心は空に道のくの。地下の潮が待ちかきかえなし。小豪は、一旦は返事を書こうかとも思い迷ったが、さすがに後ろめたい気がして、そば使いのものに命じて中庭に捨ててしまった。返事がもらえると思っていた少々は、自分の手紙がそのまま戻ってきたのを見てがっかりした。しかし、 人目については困るので、何食わぬ顔で拾い上げ、懐に入れたが、小までされても、いやそれだから、一層思いがいやまさるばかり、もう一度戻ってくると、玉津さを、今は手にかにとらじとや、さこそ、心に重いシャツとも、と書いて投げ入れた。小豪は、それを一目見ると、あまりに少々が気の毒で、せめて声なりとかけてあげたいとは思ったが、やはり思い返して返事も書かなかった。少々も、 小郷の思い詰めた心を知っては、今さらどうしようもなく、打ちしおれて邸に戻ると、これまた、じっと物思いに打ち沈んだまま、死にたいなどと口走るようになった。小郷を召して以来、主情の顔色は、日に日に、元の爽やかさを取り戻してこられ、久しく聞かれなかった笑い声さえ、代理のうちから漏れるようになった。小郷、小郷と、今は、何かにつけて、片時もそばを離さぬご長愛に、小郷の心も、次第に、この、 優しく美しい主情に惹かれていくのであった。おそばの人々も、やっと周囲を開いて、仲睦まじい2人の様子を、微笑んで眺めるのであった。ようやく、高倉邸の周囲にも、青春の喜びが立ち返ってきたようで、孤高を見つめる若々しい眼差しには、尽きせぬ愛情の思いが、深く込められているのであった。この様子に面白くないのは中宮である。近頃では、主情のお渡りもまれで、何かにつけて、一頃の細やかさが影を潜めている。 もともと、中宮は、四つ上の姉様女房で、そういう意味での悲がみもあったかもしれないのが、とにかく憎いのは小僧とばかり、いつか、小僧を、目の敵にするようになった。高倉邸が、小僧を偏愛のこと、冷戦高房の失恋の話などは、いつか清盛の知るところとなった。全く揃いも揃って、わしの向こうを二人もたぶらかすとは、期待の悪女じゃ、あの女がいる限り、ろくなことはない、殺してしまえ。清盛の怒りを漏れ聞いた小僧は、 恐ろしさに身を震わせた私一人のことは、ともかく、首相にまでご迷惑がかかっては申し訳ない。やはり、私は、ここにいるべきものではない。思い立った古豪は、誰にも知らさず、こっそり代理を忍び出た。古豪の失踪は、首相にとっては、晴天の旗が紙であった。昨日まで生き生きと輝いていたお顔が、一日のうちに、すっかり肉が落ちて、目がくぼんできた。昼は、ご寝床で涙にむせび、夜は、 月の光を見ながら、古豪のことばかりを思い暮らしておられた。清盛は、古豪の失踪後も変わらぬご執着に、余計に憎しみを増したらしい。君は、古豪一人に、いまだに連々としておられるらしいが、それなら、それで、こちらにも考えがある。と、主上改添薬役の女房の三代を許さず、さらに、進化で三代する者には何かと妨害するので、宮中は、人一人訪れることもなく、すっかり錆びれ果て,てしまった。それは、 8月10日のことであった。月の明るい晩で、例のように、主将は、月を眺めては、また、ひとしきり小僧を思って泣いておられたが、ふと思い立って、人をお召しになった。壇上尊失な角にが思考すると、ずっと、おそばにお呼び寄せになった。そなたは、ひょっとして、古豪の行方を知ってはおらぬか。残念ながら、一向に知りませぬが。そうかのう実は、嘘かまことか。 佐賀の辺りに片たりとした家に忍び隠れているという話なのじゃ、主人の名は分からぬが、そなた一つ訪ね探しては来てくれぬかしかし、主人の名も分からぬに、どうやって探すのでございます少し無理ではないかと思いまするが。誠世の。主張は、ふっとため息をつかれると、はらはらと涙を流された。そのお気の毒な様子に、しばらく中国は考えていたが、ふとあることを思い出した。というのは、古豪はことの名手で、 よく、御所でことを引かれたことがあるが、その時、笛の伴奏を仰せつけられるのは、いつも中国であった。五豪のことは、中国の耳の底にはっきりと残っていて、いつどこで聞いても、聞き違えることのないほどの自信があった。今夜のような月のいい晩、あるいは、ひょっとしてことを引かれているかもしれぬ。そこまで思いつくと、中国は、晴れ晴れとした顔を上げた。主人の名がわからずとも、あの辺りは人かもしく、陣下も将軍。 尋ねてみればわかるかもしれません。一寸行ってまいりましょう。それにしても、ご分をいただかないとまた、偽のお使いとも間違われても困りますから、何とぞ、ご自筆のご分をくだされませ。行ってくれるのかもちろん、分は使わそう。必ず探してまいれよ。さよう、寮の馬を借りてまいるがよい。いつもは、暗い山里の道も、今日は、月の光が明るく、昼間のように白く光っている。馬に鞭を当てて、 佐賀の辺りにたどり着いた中には、これぞと思われる家の前まで来ると、駒を止めて尋ね回った。もしや未なんぞにと思い、釈迦堂はじめ2つ3つ探してみたが、無駄であった。古豪の消息は依然として知れなかった。中には次第にイライラしてきた。今頃は、代理で、いい返事を待ちわびていられる首相のことを思えば、このまますでで戻ることなど、とても考えられなかった。途方に暮れた中国は、ただ、思いついたまま、 寺をを訪ねててみようと決めて道を急いだ。亀山のほとりまで来た時であるどこからかかすかなことの音が風に乗って聞こえてきた中には思わずぎくりとして馬を止めた松風の音に消されてそれはかすかではあるが確かにことに違いなかった中国が音を頼りに馬を進めていくと片折りとした貧しげな家の中からとの音が聞こえているのであるその音色は孫うかたなき小高の手っさびであった しばらく、家の前に立ち止まって耳を傾けると、なんと、それは宗婦恋の曲である。中国は、やがて我に帰って、戸をトントンと叩いた。すぐに、琴の音がやんだ。代理より、中国がお使いに参上いたしました。お開けください。大声で言いながら、なおも戸を叩き続けたが、家のうちでは、こそ、友仏の気配がしない。チリチリして待つうちに、ようやく、戸が細めに開いて、可愛らしい少女が顔を出した。 お間違いではありませぬか、ここは、代理からお使いの来るようなところではございませぬ。中国は、また閉められては大変と、食いと体を乗り出して戸の中に入った。そして、家の中にもよく聞こえるような声で言った。主上は、あなたが身を隠されて以来、すっかり打ち沈んでおしまいになり、お命さえも危ぶまれております。これこのように、じきじきの五分も寄ってまいりました。ご覧くださいませ。中国の差し出したお手紙を、 さっきの少女が五合に取り継いだ。見れば、確かに首相のご筆跡である。面々と連墓の言葉が書き連ねてあった。五豪は、今にもくす折れそうな心に向き打って、お返事を書き、中国への引き出物にと、女房の装束一重ねを添えて渡したが、自分では、やはり姿を見せなかった。中国は、装束を押しいただくと、他の者のならあいつは知らず、普段から代理で、あなたのこと、私の笛と同じみ深い中国が参りましたのに。 ご自身のお言葉もくださらないとは、あまりにも水臭い。主情もどんなにか、がっかりなさいますでしょう。何とぞ、お顔をお見せください。中国の懸命の言葉に、小豪は奥からまろび出てきた。さすがに、重なる苦労ですっかりやつれてはいるが、青白い月の光を受けた小豪の面差しには、いまだに、宮中第一の美人の面影が、はっきりと見える。お聞きおよびのことと思いますが、清盛入道が、私のことを、 夜中たちとのこと、あまりに恐ろしくて、代理を忍び出たのでござります。ここに引きこもって以来、こととも、すっかりご無沙汰で過ごしておりましたが、明日からは、大原の里に入って、髪を下ろそうと思い、最後の名残にと、この家のものも勧めるので、引き始めたのですけれど、やはり懐かしくて、ついつい今日に乗ったまま、引き続けて、とうとう、あなた様のお耳にも入ってしまったようなわけです。語りながらも、何度も、袖で涙を拭う哀れさに、 中にもついついもらい泣きするのであった。あなたが清盛に誘導を恐れる気持ちはお察しいたしまするが、大原にお済みになるなどとはもってのほか、あなたご自身はともかく、主張のお嘆きをどうやっておなぐさめしたらいいのです。どうかそれだけは思いとどまってください。中には、お供についてきた共回りの者に、この家の囲い入りを警戒して小号を出さないように命じると、馬に一鞭あて、一山に代理へと急いだ。代理に着いた時は、 もう東のの空がほのかにじらじらと明け始めていた。主張はすでにお休みになったかと思ったが念のため5車所に行ってみるとさっきと同じところでみじろぎひとつされずに月を見ながら岩子を口ずさんでいられた南にかける北に先う。岩音を秋のがにつけがたし東にいいで西に留るただ繊望を暁の月に寄す中国の姿に主張は思わず身を乗り出された中国 守備は中国の話を聞き、五合の書いた返事を読まれ、主張の思いは、今さらに耐えきれぬものがあった。しばらく物思いに沈んでいたお顔を上げると、主張は、キラキラ遠目を光らせた。中国、再度ご苦労じゃが、今夜のうちに、五号を連れてまいれ。中国は、はっと驚いた、一瞬、清盛入道の恐ろしい行像が頭に浮かんだ。しかし、 唇をきっと結ばれた主情の若々しいお顔に流れる決意の色を読み取ると中国は黙って頭を下げたすぐに車が用意され佐賀に向かった小豪は向かいの車に容易に乗ろうとはしなかったしかし中国の言葉にほたされて仕方なく承知をした一行はこっそり代理に帰った再び古豪を迎えた主情の喜びは大きかった人目につかないところに大事な宝物のように古豪を置いて 夜になると、こっそりお召しになるのであった。主情のご長愛は、以前にも増して細やかで、小豪は、やがて、女の子を一人産んだ。これが後ののり子内親王である。しかし、幸福な生活は長くは続かなかった。いつか清盛の耳にも達することになったからである。清盛は、小豪を捕らえると、無残にも雨姿にして追放した。この時、小豪は、二十三歳、やがて、墨染めの衣に、 昇進の実を包んで、佐賀のほとりに庵を作って済んだという。一説に、高倉院の健康が優れなくなったのも、このことあって以来と言われる。恋すらも、自由にできずに、発光な一生を閉じた帝の悲しい恋の物語である。怪文。その頃信濃国に、木曽加辰義仲という源氏の生き残りがあった。彼は、源のため義の次男、立脇先生義方の子である。義方は、悪元太義平に殺されたが、 その時、義仲は、わずか2歳の幼児で、母に伴われ、基礎中産金刀のもとで、24年間育てられた。長鶴に従い、ひときわ弓矢の道に優れた、たくましい侍になった。彼は、ある日、育ての親の金刀に向かい、諸国の様子をいろいろ聞くところによりますと、源か最高の皇嗣は来たようじゃ、道獄では、兵衛佐頼朝、すでに謀反を起こしたと聞く。この義仲も、 一日も早く平家を攻め落としたいと思う。その暁には、日本国に2人の将軍と言われることにもなろう。誠に頼もしきなお言葉、金藤、これまでお育て申した斐がありました。世表の通り、八幡太郎・義家公の再来のような気がいたします。と、金藤は、涙を流して喜んだ。義仲は13歳で元服したが、その時、石水八幡宮の社前にぬかついて、4代の祖父、義家公は、 八幡様御子と名乗り、八幡太郎という名をいただきましたが、私もそれに習いたいと思います。と、神前でぶさを上げ、木曽次郎を義仲と名乗った。前々から、義仲は、金塔に連れられて、翌年に登り、平家の様子などを伺っていたが、頃は吉と、回し城を、信濃の国の周辺に住む源氏の縁者に触れ回した。い子やた、茂地近はじめ、上野国からは、たっこの軍の兵などが派設どって、 義仲の謀反に参加することを約束した。ここに、木曽義仲は、潔く、平家打倒の旗を掲げたのである。飛脚到来。木曽義仲謀反の知らせを聞いて、平家の一族は動揺した。東国の情勢不穏の折から、今また、帰宅にも騎士とあっては気が気ではない。しかし清盛だけは、自信満々であった。なに、木曽の山猿ごときが謀反を起こすとは少子千万越後には、上太郎助長、 白を助持ちといった一期当選のつわものが控えておるは、無本無本と騒ぐこともあるまい。しかし、一族の中には眉を潜めて、どうなることかと不安に思う者も、証拠はなかった。平乱鎮圧のため、写経の行われたのは2月の7日である。それから1日おいて、2月の9日、河内国石川郡に住む武蔵権守入道義元、同じく義金の親子が頼朝の軍勢に加わるために、東国へ下ろうとした矢先、平家方に嗅ぎつけられ、 きという大軍に囲まれて吉本は討ち死に義金は捕らえられた続いて12日九州より飛脚があって九州の情勢を報告してきたそれは平家にとって思わしくない知らせであったかねがね平家に復讐の様子を見せていた緒方三郎をはじめとして臼杵栃松浦等といった面々が東国源氏に加わったというのである超えて16日には四国の動静を知らせる飛脚がついた それによると、四国一円は、ほとんど源氏の味方だということで、一人、平家に忠誠を見せた、貧乏国の学道堂久錆が、源氏に心を寄せた甲野四郎道清を討ち取ったばかりに、せがれの通信から、敵痛い報復を受けて殺されたという。また、金ね平家にゆかり深い熊のベッドを腎臓なも、平家への恩を投げ打って、源氏に味方してしまった。今日にいる平家一族の耳に入るのは、今日は、どこの源氏が放棄した、昨日は、 誰それが源氏に味方したというようよな知らせばかりである。西を向いても、東を見ても、世はまさに、動乱の前夜にふさわしい様相を示しているのである。2月23日、苦行会議が開かれると、前右大将宗盛がまず進み出ていった。この度、東国に打ってを差し向けましたが、成果ははかばかしくござりませぬ。ついては、この宗盛、この度、征夷大将軍を受けたまわわって、東国の平乱を沈めたいと思いまするが。と言った。 もとより、異論のあろうはずはない。大層結構なことで。ご苦労なことでござります。公家たちは、自分の身に、直接関わりのないことなので、口々に、勝手な追従を言っていた。やがて、宗盛を大将軍として、東国北国の京都追悼という院前が下った。入道死去。宗盛が東国へ出発するという日である。清盛の健康状態が突然悪化し、それが、ために、出発は、 一時中止となった。よく来る日、容体はさらに急変し、重病の様子を帯びてきた。空見たことか、悪号のたたりじゃ、と、京都の町は、その噂で持ちきりであった。清盛は、病気の始めった日から、一滴の水も、喉へ通らなかった。深海中は、火を吹いたように熱かった。側近の者は、病床に、4、5軒近づいただけで、耐え難い暑さに打たれた。清盛は意識不明で、ただ、暑い。 暑いと、上言を言うばかりである。A さんから冷やい、清水を汲んできて、水風呂を作り、それに入れると、水は、たちまち湯に変わった。少しは楽になるかと、かけ火の水をかけると、焼けた石や鉄のように水が跳ね返って、じゅうじゅうと音を立てる。たまたま、清盛の体に当たった水は、炎になって燃え上がり、黒煙が低中に充満するというありさまで、さながら消熱地獄であった。この、どさくさの中で、 清盛の北の方に遺伝がこんな夢を見た。猛火に包まれて燃えている車が、艇内に入ってきたのである。前後のお供は、馬の顔をしたのや、牛の顔をしたものばかりで、車の前には、無という字の書いた鉄の札が打ち付けてあった。その車はどこから遺伝が、そう言って尋ねると、閻魔の使いで、清盛入道のお迎えに参じました。という、その札は、と聞くと、数々の悪号により、 無限地獄に落とすつもりで、無限と書くはずでしたが、間の字を書き忘れたままで、という返事であった。夢から覚めた新田は、会う人ごとにこの話をしたが、誰もが、すすき気味の悪さに、身の気のよだつ思いであった。ありとあらゆる財宝を投げ打って、あらゆる神社仏閣へ、病気兵与のお祈りをしたが、効果はなかった。新田は、暑さをこらえて、枕元に、にじり寄り、お気の確かなうちに、 何か言い置くことが終わりでしたら、何なりともお仰せください。と言った。さすがに、日頃、傲慢不尊の清盛も、病気には勝てない。苦しきな息の下から、彼は弱々しい声で。安本平次の乱以来、たびたびの合戦に主君を立て、太政大臣に登り、帝の御外席にまでなることができ、思い残すことはないが、ただ一つ、伊豆のるに頼朝の首を上げなかったことだけが心残りだ。墓もいらぬ、供養もいらぬ、ただ一つ。 よりともの首をはねて、我が冷前に備えてくれ。と、激しい調子で言った。清盛の死んだのは、うるう2月4日だった。その最後は、あまりにも無残なものでありすぎた。板に水を流したところを、あっちへ、ゴロゴロこっちへゴロゴロしながら、熱い熱いと、わめき叫びつつ、ついに、板の上をのた打ち回って、最後の息を引き取った。時に64歳、映画を極めた人にしては、あまりにも哀れな死にざまである。 同じく、7日、火葬にして、骨を、縁日方言が首にかけ、摂津国常の島に収めた。K の島、清盛の葬儀の夜、いろいろ思いがけないことが起こった。まず、第一に、豪華葬礼を誇っていた西八条の邸が火事で焼けてしまった。これは、全く突然の出来事で、出火の原因もはっきりせず、放火だという声もちらほら聞かれた。また、同じ晩、に、30人ほどの人の声で、 嬉しや水、鳴は滝の水と歌いさざめく声がした。よりによって、こんな晩に、踊り騒ぐなどとは、気の確かなもののすることではない、あるいは天狗のたいではないかと、決起には、やった若侍が、104人超えお便りに調べてみると、かつての院の御所であった宝珠寺殿の中から聞こえてくる。ここは、この2、3年、院のお渡りもなく、備前禅寺はじめ宗というものが輸水をしていた。この宝珠寺殿の中では、 時ならぬ酒盛りが始めていたのである。元宗の知り合いが、二人三人と集って、いつか酒を飲み始めた。時が時だから、静かに飲もうとしめ合っていたのに、いつか酔いが回るにつれて、ついうっかり大声で表紙を取り、舞まで踊り始める者も,も出る始末になった。怪しい歌声と思ったのは、実は、この酔っ払いどもの騒ぎ合う声だったのである。自説柄、ふとときなやつというわけで、三十人ばかりみんながひっく,くられて、六原へ連れて行かれたが。 酔っぱらいでは致し方ないというので、無罪放免された。清盛の骨を治めた刑の島は、応法元年2月に造られたものであるが、一度、大風のために崩れ去ったので、同3年3月再高時にかかった。その際、人柱を立てようという意見のあったのを、かえって罪なことだと、石の面に一切経を書いて、その代わりとした。そのため、刑の島と名付けられたが、この島のおかげで、その後、通行の船舶の安全が、どれほど、 保証されたかわからぬ。清盛とても、決して悪号ばかり重ねていたわけではないのである。自信坊。摂津国清長寺という山寺に、元永山の学僧で、自信坊尊年という人がいた。あるとき、夢うつつに法華経を読んでいると、50歳健唐の男が、手紙を持ってやってきた。御事としがそれを開けてみると、なんと、閻魔の長からの招待状である。円魔の長で大法営が行われるから、参加するようにというのである。 巫は承諾の返事を書いたところで目が覚めた。とにかく、あまり気味のいい話ではない。彼は、その日になるまで、念仏三昧に日を送っていた。当日午前0時近くなると、巴としは、ひどく眠気を催してきたので、お勤めを終えて、僧帽に帰り、寝床に入って寝た。2時頃閻魔の蝶からの使いの者のに揺り起こされた。いつの間にか、尻尾で飾った車に獣車まで用意されている。 としが乗ると、途端に、車は、西北の空に向かって駆け上った。尻尾でできたエンマ大王の宮殿は、広さも広し、高さも高い。金色に光り輝く美しさは、とても言葉で言い尽くせぬほどであった。地獄の役人たちは、皆エンマの前にかしこまってい並んでいた。その日の放映も終わって帰りかけた弟としは、ここまで来たからには、ついでに、未来のことも聞いておこう。そう思い立つと、大王の側に近づいた。 他の者は、みんなが帰ったのに、なぜ、基礎だけここに参ったのじゃ。実は、私の死後のことを知りたく思いまして参上いたしたのですが。往生するもしないも、信仰一つじゃよ。そうじゃ、そなたの一生の行いの書かれてある左善の不箱を見せよう。地獄の役人が、大王の言いつけで不箱を持ってくると、ことごとく読み聞かせた。見女としの一生のうちの出来事も、頭の中で思ったことも、ない一つとして漏れなく記されていた。 みこととしは涙を流しながら、何とぞ、悟りを得る道をお教えください。と頼んだ。すると、大王も同情して、最終王以外も眷属も、知されば一も来たって愛親しむ無事。常に従える豪王には、我を軽薄し、苦しみを受け共感すること偏在なし。という芸を読んで、みこととしに与えた。みこととしはひどく喜んだ。日本の平の清盛と申す人は、 和田の岬四面十四町に家を作り、本日の放映のように、数多くの自供者を呼んで、説法、権行を務めております。というと、閻魔も大変喜んで、うん、あの入道は、唯トではない、実は時計僧侶の生まれ変わりで、天台の仏法を守るため、日本に最短せられた人なのじゃ。私も、日に、三度は、彼に礼を尽くして、敬を読むのじゃ、ここに、その文句がある。持って帰って、 清盛公に差し上げてくれ。敬礼時系の大僧侶は、天大仏法擁護者。次元最初将軍のみ。悪号主将同利益。巫女都市は、これをもらって帰ると、早速、清盛のところに行き、ありのままに話した。清盛は大喜びで、いろいろ巫女都市をもてなした上引き出物までも送った。後に、彼を立志とした。以来、清盛のことを、時系僧侶の生まれ変わりだという説が流布されたのである。 祇園の女吾。鳥羽天皇の時代のことである。東山の麓祇園のほとりに、祇園の女吾と呼ばれる美しい女性が住んでいた。白川院の思われ人で、時々、院の見ゆきがあった。ある日、白川院が、少数のお供を連れ、例の通り、お忍びでおいでになる途中、その晩は、暗い上に雨まで降ってきて、一寸先も定かならぬ闇夜であったが、祇園の女吾の邸の近くの御堂のほとりで、怪しい者に出会った。頭は、 白金の針を磨いたようにキラキラと光り、片手には土のような形のものを持ち、もう一方の手はこれまた何やら光るものを持っていた。あれこそ、噂に聞いた鬼と申すもの、手に持っているのは内手の小土に違いない。一度を壊る恐る顔を見合わせて騒いでいた。その頃から、無名の誉れの高かった忠盛は、まだ北面の下級武士であったが、すぐお前に呼び出され、怪物退治を命ぜられることになった。忠盛は、近づいて、 よくよく、怪物の正体を見ると、そう、大して強そうにも思われなかった。せいぜいきつね肩抜きといったところであろう。これを射殺したり、惨殺したりしては、後で後悔するかもしれぬ、まず生とってみよう。怖いもの知らずの忠盛は、ずかずかとそばに近づいた。怪しい正体は、しばらくするとパッと光っては、また、しばらくしてパッと光った。忠盛が力に任せて組みつくと、途端に、何をなさる と声がかかった。魔性のものと思いのほか、それは紛れもなく人間だった。明かりをともしてよくよく見ると、60近い老僧で、話を聞けば、この未踏に使えるものであった。仏前に明かりをつけようと、絵のついた瓶に油を入れ、片手の土器に火を入れ、雨が降ってきたので、濡れないように、頭には麦わらの端を結んで傘のようにしたものをかぶっていたのが、土器に入れた日に、この麦わらが銀の針に見えたのである。それにしても、 殺ししたたりなどしなどくてよかった資慮深い忠盛だったから、人の命を傷つけずに済んだのだ。なんと感心なやつだろう。白河院はひどく感心され、褒美に、ごち愛の深かった祇園の女房を忠盛に賜ったのである。祇園の女房は、忠盛のところへ来たとき、すでに身をもであった。生まれた子が女であったら、陳の子に、男なら、そちの子にせい。院はそうおっしゃっていたが、生まれたのは男であった。忠盛は、 このことを想像する機会を待っていたが、熊野行行の時、途中糸が、糸が坂というところで休息することになった。忠盛は、袖に途中で取った山芋の子を入れると、すぐお前に思考した。妹、妹が子は、這うほどに子そなりにけれ。と忠盛が想像すると、院もすぐさま気づかれたらしい。ただ、森、忠盛取り手やしないにせよ。と、即座にお返事をくださった。また、この男の子が、 夜泣きの癖があって困るという話を聞かれ、一種の歌をお読みになった。夜泣きすと、ただ森、ただ森立世松の代に、清く、新坂、盛り売ることもこそあれ、このお歌から清盛と名付けられたのである。12歳で、ひょうえさ、18歳で4位ひょうえさとなったが、何も知らぬ人が、家族ならばともかく、成り上がり者のこの癖に。というのを聞かれたトバインが、清盛は、家族同様のものじゃ。 ととおっっしゃたたことがあった清盛が白河院の巫子という説の伝わっているゆえんである。修古合戦。清盛が死んで間もなく、生前、清盛と信仰の深かった五条大納言九に繋が亡くなった。同じ日に病床につき、同じ日のうちに死ぬとは、また珍しいちぎりの深さである。清盛は、自分の子、四男四男はまま頭中将重平を大納言の婿にしている。二月二十二日、法王は、院の御所。 宝中寺殿にみゆきになった。この御所は、猿王宝三年に造営され、比叡、熊野の両者も近くにお祭りしてあり、庭の木、池の水に至るまで、鳳凰のお気に召すよう心して作られたものであったが、清盛のため、心ならずも離れていられた間に、邸内はすっかり荒れ果ててしまっていた。せめて修理してからでも、おいでくださいという宗盛の頼みも断り、そのままでよいから、とおっしゃってのみゆきであった。古賢春門院の住まわれていた御殿の辺りも、 すっかりさびれ、心なしか松や柳まで年を取ったようである。池の不要にも、岸の柳にも、一つ一つ思い出のないものはなく、涙なしには見ることもできないのであった。法王は、白楽天の長根下の一節が、今しみじみと思い出されてくるのであった。3月に入ると、なんとの僧の罪が許され、稚業も元通りという命令が出た。また、大仏殿の再建が始まることになり、係の奉行に、左小便行高が任じられた。 雪高が千年男山八幡宮へもう出たとき、こんな夢を見た。ご法殿の中から出てきた天皇が、大菩薩の使いで参った。大仏殿再建の奉行に任じられたときは、この尺を持て。と言って尺を置いていった夢である。目覚めてみると、確かに尺が置いてあった。不思議なことじゃ、今どきの必要あって、大仏殿の奉行になるわけもない。と思ったが、とにかく、尺を持って帰り、大事にしまっておいたのであるが。 夢は全く現実になったのである。3月の10日、美濃国から早馬のお使いが飛んできた。東国の源氏はオワ国まで攻め上り、道路の通行を止めました。この知らせに、平家方も落ち着いていられず、左平忠智盛、左中城清恒小松少将有森を大将軍として、三万余騎の軍勢がオワ国目指して出発した。迎える源氏は、中老クロー雪家、頼朝の弟で、 今日縁を将軍にして、六千余期、尾張川を挟んで退陣した。夜半に入って、源氏方は尾張川を渡って、夜地を仕掛けてきた。戦は、翌日の明け方まで続いたが、平家の方は少しも慌てず、敵は、川を渡ってまいったのだから、馬も人も濡れているはずだ、それを目当てに討ち取れ。と下知したので、平家は達勢を頼んで、源氏を取り囲み、余すな、漏らすな、と攻め立てたので、源氏方は、 次第に色色の色が濃くなってきた雪家は、黄衣を命からがら逃げ出したが、キエ炎はついに討ち死にした。平家は、源氏の残党を追い、勢いに乗じて川を渡り、そこかしこで、最後の防戦を務める源氏の者どもを討ち取った。平方にも、川を後にするなと書いてあるのに、源氏のやり方はまずかった。と世間では言っていた。やがて、十郎雪家は、今度は、三河国で、矢作川の橋を取り、 防戦の準備を整えてて待っていた平家の軍勢が押し寄せたが、瞬くうちに攻め落とされ、その後、三河、遠野へ一円は、すっかり平家の手中に収まるかに見えたが、惜しいことに、友森が突然の病を得、急ぎ都へ帰ったので、結局、先陣一つを破っただけで、今回の勝利は、あまり効果を上げることができなかった。前年、重森が死に、今また、清盛に行かれ、平家の勢いは、日に日に衰える一方で、 昔から、本んのあるもののほかは、今や、すべて源氏に従いつく世の中であった。左生、越後国の住人、城太郎助長は、越後森に任ぜられた。お礼返しの意味もあって、基礎征伐の軍を起こした。ところが、夜中になって、急に暴風雨が吹きまくり、時ならぬ雷まで鳴った。しばらくして雨が上がると、天の彼方から、不気味なしわがれ、声が聞こえてきた。 南縁舞害化などを十六条のより者な仏を焼き滅ぼした平家に味方する者が、ここにおる、飯取れ。と三声叫んだのである。その声には、聞く者の送信をおじけさせる者があった。こんな恐ろしいお告げがございましたのですから、この度だけは思いとどまられた方が身のためです。と止める者が多かったが、助長は、弓矢取る者が、いちいちおじきを振るっていては務まらぬ。と言って取り上げなかった。よく来る朝。 城を出た軍勢が14、十四、五町も行かないうち、黒雲が、助長の馬場を取り囲んだかと見る間に、助長はふらふらと落馬した。慌てて、古紙に乗せ城に連れ帰ったが、三時間ばかりで息が絶えた。この知らせに、今日の平家一族は色を失なった。七月十四日、年号が改まって、洋和となった。同日、筑後森定能は、鎮西の謀反の征伐のために、再国へ下った。同じく、その日、 自称三年に無実の罪で流された人々が許されて都に帰ってきた。すなわち、関白元房、太政大臣諸永、阿ぜち大学院試験といった面々である。諸永は、久方ぶりに院の御所に上り、秋風楽の曲などを奏したのであった。諸永は、以前土佐から許されて帰った時には、ガオオン、また、白楽を、院の前でお聞かせしたことがあった。その時々に応じて、いかにもふさわしい曲を選ぶ心がけは、 もろなかならではと人々は噂し合った。同じ日、アゼチ・ダイナゴンを、久しぶりに、院の御所へ施行した。お前の顔をもう一度見られるとは、夢のようじゃ、田舎住まいで歌も忘れたろうが、久しぶりに今ようでも一座しまって見せてくれぬか。ダイナゴンは、即座に立ち上がると、信濃に案なる木曽ち側という今用の文句を、信濃にあった木曽ち側と、自分が見てきたところだけに、遠い側妙に歌い上げた。いかにも才気のあるやり方であった。 横田河原合戦正門の追悼会が行われた後、住友追悼のために、伊勢大神宮、へ黒金の鎧兜を携えた勅使が下校した。勅使、最主神儀の剣王祖洋中富道高は、大御国甲賀で病を得、伊勢の利休に着くと、間もなく死んだ。また、源氏長伏のため、盾団の法を行っていた剛三世の大綾里は、大行寺権現の被害を行うところで眠ったまま死んだ。このように、 現時長物のため行われる新事仏寺には、いちいち差し触りが起こるばかりで、どうやら神仏も、今や平家を見捨てたかのようである。また、安城寺の実現アジャリは、平家長物を祈って問題になり、呼び出されて問い詰められると、実現は、朝敵を長複せよというご命令でござりましたが、つらつら、近頃の様子を見ると、どうやら朝敵は平家のことらしいので、私も、別に罪とも思わずにいたしましたが。と、平気な顔で申し立てた。 怪しからんことを申すやつだ、死罪かる罪か、などと騒いでいるうちに、いろいろないがいたちだったので、つい忘れてしまった。あと、源氏の天下になってから、頼朝は、実現の勇気に感じて、大僧侶の位を送ったと言われる。その頃中宮は、陰号を賜り、剣令門院となった。天皇が幼くて、母皇が陰号を賜ったのは、これをもって始めとする。陽和の年も2年を迎えて、2月21日、金星が、 スバル星の星の座に侵入した。天文楊録という書物には、天空にて、こういうことが起こるのは、四方に乱が起こり、国が乱れる帳である、と記されていた。また、将軍が勅命を受けて、国境を出るとも言われていた。3月になると、新たに漢の移動があり、平家の一族が、ほとんど昇格した。全県正宗図あらわしんが、日吉の社で、法華経1万部を転読した。その際、法王の御雪があったが、 どこから噂が飛んだものか、後白河院が三内の大衆に平家糸の院宣を下したという話が瞬く間に広まった。諏訪一大事と軍兵は代理の司法を固め、平家の一族は六払い三収した。本三位中将重衡は、法王をお迎えするために、三千余機で日吉の社へ駆けつけた。すると、またまた平家が三門を攻めるため、数百機が山に向かったという風説が飛んだ。 これを聞いて驚いた三内の大衆は、ふもとの東坂本までおり、応戦の準備のための会議が開かれる始末であった。山内は言うに及ばず、落中落外も大変な慌て方で、鳳凰のお供をして日吉についてきた苦行天井人も青くなって震えていた。三位中将重平は、あのうの辺りで、鳳凰の一行と落ち合い、無事に御所まで送り届けた。これで、どうやら、この根も葉もない騒ぎは決着がついたのである。 物のもうでさえも自由にはならぬよじゃのうと法王も探索されたという5月24日再び年号が変わり須永となった同じその日長太郎助長の弟四郎助持が越後森に任命された不吉な兄の死を目前に見ているだけに助持は極力辞退したが直命とあっては仕方なくその代わりせめて縁起の良いようにと名前を長持と改めた9月2日長持は基礎追悼のために越後では アイス四軍の兵四万余機を率いて出発、信濃国横田河原に陣を構えた。その時、与田城にあった木曽義仲は、急を聞いて与田城をでこれも横田河原に向かった。その、勢いざっと三千余機である。敵は、多勢、我が方は、小勢、まともにぶつかったのでは勝ちみはないと、井上九郎三森というものの提案により、急いで、赤旗を七流れ作り、三千四人を七手に分かって、あちらこちらから、 赤旗を先頭にしてて迫っていっいた。中持はこの様子を見るとこの国にも平家に味方するものがあるらしいこれで当方も力がついた炎の,の方ひるむな退くなとにわかに勇み立って進んできたその時時を見計らっていた基礎税は時これりとばかり七手の軍勢を一手に集め用意した白旗をさっと掲げると一度に時の声を上げた越後勢は急に現れた現地の白旗と 時ならぬ時の声に慌てふためき、よくよく見極めもせずに、敵は、何十万という大軍じゃ。と色を失って、まごまごしているところへ踊り込んできた、基礎税のため、川に突き落とされ、断崖から天理落ち、そのほとんどが次々に撃たれるありさまで、仲持も傷を負いながら、かろうじて、川伝いに越後国へ逃げ帰った。ところで、その頃と都では、敗戦の方も、どこ腹風という調子で、宗盛が大納言になり、内大臣に任命され、 そのお宿の宴が華やかに繰り広げられていたのである。道国・北国の源氏が虎視眈々と戸に目を向け、牙を磨いているというのに、これは、あまりにものんきな、自極認識に乏しい平家のありさまであった。間もなく、砂が2年の正月が来た。宮中の書式は、普段と何一つ変わりなく行われた。2月になって、宗盛は、さすがに、諸国の戦乱に責任を感じ、内大臣を辞任して引きこもった。 今や、なんと北峰の僧、熊野金峰山の僧から、伊勢大神宮の最終神官の末末まで、誰一人として平家に味方する者はいなかった。諸国の至るところ、源氏の白旗が翻り、大将軍の下地を待ちながら、戦の準備に余念がなかった。陰前も戦時も、こうなっては、何の効き目もなく、平家の運命には、次第に暗雲が低迷してゆくのである。